山形県の緑豊かな自然を生かした内水面水産業は、養殖から水産資源の管理まで担う大切な仕事です。身近な自然の中で営まれる内水面水産業の現場をご紹介します。最上小国川流域に生息する淡水魚の管理育成をしている船形町の小国川漁業協同組合、次世代に向けて多くの水産資源を残そうと鮭やアユの増殖にも取り組んでいます。秋になると最上小国川から遡上してきた鮭から採卵し受精、毎年人工孵化したおよそ50万匹の稚魚を育成し放流しています。秋に取った鮭の受精卵はここの孵化場で飼育されます。飼育担当の加藤さん、加藤さんは養魚管理員、受精卵から稚魚になるまでを管理育成します。管理員の一日はまず水温を測ることから始まります。毎日水温を測った積水温度960度に達すると、いよいよ池の方に稚魚を入れるという作業に入っていきます。最上小国川の冷たい伏流水で育てることおよそ80日間、海と川をつなぐ小さな命が動き出します。孵化したばかりの稚魚たちは小さな孵化槽から大きな飼育池にお引っ越し、ストレスがなくのびのびと育てます。常に水温を測り、稚魚の体の変化にも気を配りながら作業をしていきます。苦労もあるんだけども楽しみですね。手を抜かずに我が子のようにもう一匹一匹大事に育てていかないと。次に飼育池の掃除です。残った餌とかあと糞を掃除しています。飼育池にたまったゴミなどを毎日清掃し、稚魚が住みやすい環境を整えます。次に給餌、餌やりです。1日3回行われ、生育状況に合わせて餌の分量などを変えていきます。5日に1回は魚体測定をし、稚魚の体調などを観察します。以前よりも小国川の環境が変わってきていると加藤さんは話します。最近鮭戻ってくるサイズなんかこじんまりしてるし、卵も以前よりも小さめになってきてるし、やっぱり自然界の影響もあるから、マニュアル通りやればいいんだっていうことでもないような、常に情報をもらいながら、答えはなかなかね 100% ってありえないですね、奥深いところありますね。だから、日々勉強ですね、孵化してからおよそ50日後、いよいよ旅立ちの時。加藤さんが手塩にかけて育てた稚魚たちは体長がおよそ6センチまで成長。毎年近隣の園児たちが稚魚の放流を行っています。加藤さんと園児たちの思いを乗せて、稚魚たちは春の雪解け水とともに4年間の長い旅へ出ます。大きくなってね、小さい子供たちが一生懸命大きくなってねって、帰ってきてねって、あの言葉がね、自分の仕事の、まあ、エールっていうか、鮭にも対しても子供に対してもやっぱり、一生懸命養殖していかなきゃいけないんだなっていう考えは私なりに思っています。
春にはアユの飼育、夏はサクラマスの放流。養魚管理員は1年を通して魚の成長に携わることができます。